ヘルマン・ファン・スプリンヘル、ヘルマン・ファン・スプリンヘルは、ベルギー、ランスト出身の元自転車競技選手。ヘルマン・ファン・スプリンヘルと表記する自転車競技雑誌も、ある。毎年平均560キロ以上、長い時は600キロを超えるコースが設定され、ダービー・オブ・ザ・ロードの愛称がある、ワンデイ・レースのボルドをパリで7回優勝し、この事実に敬意を示した、フランス人から、 ムッシュボルドーパリの愛称をつけられたメイレーサー。主にクラシックレースの活躍が目立つが、グランツールでも2回総合2位がある。とりわけ惜しかったのは、1968年のツールド、フランス。第22ステージまで総合首位に立ち、総合優勝目前の展開を迎えたが、最終ステージである第22ステージの個人タイムトライアルにおいて、ヤンヤン戦に抜かれ、 わずか38秒差で涙を飲んだ。だが、同年の年間シリーズ戦である、スーパープレスティージュでは、見事総合優勝を果たした。また、1971年のジロでイタリアでも、イエスタ・ペーテルソンに次いで2位となった。1965年から1981年まで、プロ選手として活動を続け、通算でツールド・フランスのステージ5勝や、 ビルロンバルディアでの優勝を含む62勝を挙げた。エディ・メルクスとは、同国出身で、生誕地が50キロほどしか離れておらず、ファン・スプリンヘルの方が2歳上、プロ入りは半年違いで共に卓越した実力がある、ことから、世間は2人を、ライバル的存在と見ていた。しかし、ファン・スプリンヘルは、メルクスと友人であり、プロとしての実績がほとんどないルーキーの頃から、 メルクスのことを高く買っていた。また、1971年から72年までは、モルテーニに所属し、メルクスのチームメイトでもあった。ありがとうございます。